盲領の箱は、京国夏彦の長編推理、電気小説、百鬼夜行シリーズの第2弾、第49回日本推理作家協会賞受賞作。2007年12月22日に、これを原作とする映画が公開された。さらに、2008年10月から12月まで、テレビアニメが放送された。1952年の8月15日、中央線での人身事故という、 ありふれたシチュエーションを発端として、ストーリーが進む。暗い性格で友達もいなかった、楠本より子は、クラス1の秀才で、美少女のゆずきかなしに突然、私たちは、互いが、互いの生まれ変わりなんだと声をかけられる。はじめは戸惑うより子だったが、互いに孤独だった二人は信仰を深め、二人で、最終電車に乗って、湖を見に行こうと約束する。しかし、かな子は、 中央線武蔵小金井駅の高尾方面ホームから何者かに突き落とされ列車に引かれてしまう。たまたま勤務帰りの刑事、木場周太郎がその列車に乗り合わせていた。木場は、より子と共に、かな子が運ばれた病院へ向かうが、そこへ女優、南絹子ことかな子の姉、ゆ月陽子と出会うことになる。かなこを救える、可能性があるところを知っているという姉の容姿の意思で、かなこは、 謎の研究所に運ばれ、集中治療を受ける。一方、小説家、関口達美は期待の新人小説家、久保春光と出会う。そして、雑誌記者、鳥口森彦と期待社社員、中禅寺厚子と共に、武蔵の連続バラバラ殺人事件を追って、道に迷い、とある箱のような建物と遭遇する。その建物こそ、かな子が収容された、研究所。 三間坂近代医学研究所だった。その後、限界体制の中、かな子は謎の失踪を遂げ、脅迫文を陽子は受け取る。同じ頃、鳥口は、汚れ封じおばこ様の調査を行っており、関口の紹介のもと、小神や京国道に相談を持ちかける。バラバラ殺人とかな子の誘拐、事件の裏に渦巻く、毛量とは何なのか。そして、 京国堂の過去の秘密とは声は、テレビアニメ版での声優、縁は、映画、実写映画版、前が舞台版での役者、特に表記がない場合は、実写映画版。信者は、教師と共に霊力を秘めた箱を進行し、穢れた金を教師に預ける。前作、うぶめの夏の日本ヘラルド映画に代わり、ショーゲートの配給により2007年12月22日、公開された。 制作プロダクションはフューチャープラネットと小倉事務所。監督をはじめ多くのスタッフが前作から変更となっている。一方、主要キャストはほぼ前作を踏襲しているが、関口達美役は前作で演じた長瀬正都氏が人形ロケ席のため降板し、椎名吉平が登板した。2005年に撮影が開始され、2007年5月に完成した。内容は、 小説版の使用エピソードを組み込みながらも大胆な改編が行われている。昭和27年の東京を再現するため、中国上海でロケが行われた。ノベルス版に写真が掲載されていた三間坂医学、研究所の箱のような建物もセットで再現している。二千八年、谷村美木が本作と、レモンの頃、 茶ゃちゃ天外の機妃において、第3回大阪シネマフェスティバル助演女優賞を受賞した。同年6月25日、DVD 発売。清水秋により、漫画家、コミック界で連載されていた。角川書店館。2007年12月17日発行 ISBN978 から4から04から85万4156から。 2008年8月18日発行 ISBN978 から4から04から85万4218から02009年7月17日発行 ISBN978 から4から04から85万4340から82010年1月23日 発行 ISBN 978から4から04から85万4425からに2 0 1 0年7月24日発行 ISBN 978から4から04から85万4505から12008年10月7日から12月30日まで日本テレビ系にて放送された2019年6月21日から30日まで東京 天王図銀河劇場7月4日から7日まで兵庫アイア2.5シアター神戸で行われることが発表された。主演は立花の検知。ありがとうございます。